は代替エネルギーを含むさらなる技術革新が必要だとしています。その上で新たに安全性が高い原発が開発された場合はプラントの輸出にも乗り出す考えを示しました。日本がいくらやめましょうと言ったって進めていく国もあるわけですから、こうなれば配慮が必ず必要になってくるわけですね。でそういう技術力まで日本人は放棄してしまってもう知らんぷりしていいのかって言ったらね、それは僕は違うと思います。これまで脱原発を掲げてきた橋本代表が原発の技術研究を続け輸出も検討する方向性を打ち出したことは波紋を呼びそうです。